皆さんこんにちは。今日はこれさえあればご飯いっぱいペロリの魔法のチゲ、キムチ入りスンドゥブチゲをご紹介します。具沢山で食べ応えあり、旨辛スープとキムチの酸味が食欲をそそるキムチ入りスンドゥブチゲ、我が家では毎回多めに作って翌日まで楽しみます。材料の下準備をします。ネギと玉ねぎ、エホバクと青唐辛子を切ります。平茸は手で裂いておきます。今回はチゲ用の豚肉を用意しましたが、豚ひき肉でも美味しく作れます。白菜キムチを切ります。チゲに使う白菜キムチは漬かりすぎて酸っぱくなったものの方が美味しく仕上がりますよね。下準備が終わったので鍋を火にかけます。油を敷いて豚肉を炒めます。表面の色が変わったらキムチと玉ねぎを加えます。玉ねぎにある程度火が通ったら粉唐辛子、醤油、砂糖、ニンニク、よく混ぜます。粉唐辛子が馴染んできれいな赤色が出たらだし汁を加えます。ここに網の塩から10分ほど煮ます。スンドゥブは点線に沿って包丁を入れます。スンドゥブを加えます。平茸、エホバ、ネギ、青唐辛子、スンドゥブを食べやすい大きさに切ります。塩で味を整えます。仕上げに真ん中に卵黄をのせます。今日はキムチ入りスンドゥブチゲをご紹介しました。これさえあれば今夜の夕食は心強い、そんな絶品チゲです。ぜひ一度作ってみてくださいね。それではまた。